合い引き、鶴ゲーネフイワン、双葉亭氏名役。この合い引きは、先年フランスで死去した、露国では有名な小説家、鶴ゲーネフという人の刃物の作です。今度、徳富先生のご依頼で訳してみました。私の訳文は、我ながら不思議とそのなんだが、これでも原文は極めて面白いです。秋、9月中旬という頃、一日自分が猿カバの林の中に座していたことがあった。今朝から小雨が降り注ぎ、その晴れ間には折々生暖かな日陰もさして、まことに気まぐれなうつらい、あわあわしい白良雲が空一面にたなびくかと思うと、ふとまたあちこち瞬く間、雲切れがして、無理に押し分けたような雲間から、すみて逆しげに見える人の目のごとくに、ほがらかに晴れた青空が覗かれた。自分は座してしこして、そして耳を傾けていた。木の葉が頭上でかすかにそよいだが、その音を聞いたばかりでも季節は知られた。それは春先する面白そうな笑うようなさざめきでもなく、夏の緩やかなそよぎでもなく、長たらしい話し声でもなく、また末の秋のおどおどした嘘さぶそうなおしゃべりでもなかったが、ただようやく聞き取れるか聞き取れぬほどのしめやかな死後の声であった。そよ吹く風は忍ぶように木濡れを伝った。照ると曇るとで、雨にじめつく林の中の様子が間断なく移り変わった。あるいはそこにありとあるものすべて一時に微笑したようにくまなく赤み渡って、さのみしげくもないカバの細々とした幹は思いがけずも白ぎぬめく優しい光沢を帯び、地上に散り敷いた細かな落ち葉は、にわかに日に映じてまばゆきまでに金色を放ち、頭をかきむしったようなパーポロトニクの見事な茎。しかも、つえすぎたぶどうめく色を帯びたのが、再現もなく、もつれからみつして、目前に透かしてみられた。あるいはまた、あたり一面にわかに薄暗くなりだして、瞬く間に、ものの藍色も見えなくなり、カバの木立も降り積もったままで、まだ日の目に合わぬ雪のように、白くおぼろにかすむ。と、小雨が忍びやかに、怪しげに、死後するように、パラパラと降って通った。カバの木の葉は、著しく、光沢は冷めていても、さすがになお、青かった。が、ただそちこちに立つ若木の実は、すべて赤くも黄色くも色づいて、折々日の光が、今雨に濡れたばかりの細枝の茂みを漏れて、滑りながらに抜けてくるのを浴びては、キラキラときらめいていた。鳥は一声も音を聞かせず、皆、どこにか隠れて潜まり返っていたが、ただ折節に人を寂した四十柄の声のみが、古鈴でも鳴らすごとくに響き渡った。このカバの林へ来る前に、自分は猟犬を率いて、猿高く茂った箱柳の林を過ぎたが、この木は、箱柳は全体虫が好かぬ。幹といえば、青みがかった蓮行色で、葉といえばネズミともつかず、緑ともつかず。下手な金物細工を見るようで、しかも竹いっぱいに首を引き伸ばして、大うちわのように空中に立ちはだかって、どうも虫がすかぬ。長たらしい茎へ不器用にひっつけたような薄汚い丸葉をうるさく振り立てて、どうも虫がすかぬ。この木の見て心よい時といっては、ただせびくな干木の中央に一段高くそびえて入り日をまともに受け、根元より木濡れに至るまでムラなくカバ色に染まりながら、風にそよいでいる夏の夕暮れか。さあなくば、空名残なく晴れ渡って風のすさまじく吹く日。青空を影にして立ちながらざわざわざわつき、風に吹き悩まされる木の葉の今にも小杖をもぎ離れて、遠く吹き飛ばされそうに見える時かで。
とにかく自分はこの木を好まぬので、そこでその箱柳の林には行こわず、わざわざこのカバの林にまでたどり着いて、地上をわずか離れて下枝の生えたアメシノギになりそうな木立を見立てて、さてその下に住みかを構え、あたりの風景を眺めながら、ただ有料者のみが覚えのあるという例の穏やかな罪のない夢を結んだ。何時ばかり眠っていたかはっきりしないが、とにかくしばらくして目を覚ましてみると、林の中は日の光が至らぬ熊もなく、嬉しそうに騒ぐ木の葉を漏れて、華やかに晴れた青空が、まるで火花でも散らしたように鮮やかに見渡された。雲は狂い回る風に吹き払われて形を潜め、空には塵雲一つだもとどめず、大気中に含まれた一種清涼の木は、人の木を爽やかにして、穏やかな聖夜の来る前触れをするかと思われた。自分はまさに立ち上がりて、またさらに運試しをしようとして、ふと淡然と座している人の姿を認めた。瞳を定めてよく見れば、それは農夫の娘らしい少女であった。二十歩ばかりあなたに、物思わしげに頭を垂れ、力なさそうに両の手を膝に落として、淡然と座していた。方々の手を見れば、半ばはむき出しで、その上に乗せた草花の束ねが、呼吸をするたびに島のペチコートの上を静かに転がっていた。清らかな白の上着をしとやかに着なして、喉元と手首のあたりでボタンをかけ、大粒な黄色い飾り玉を二列に分かって襟から胸へ垂らしていた。この少女なかなかの美人で、象牙をも欺く色白の額際で、幅の狭い日の模倣を締めていたが、その下から美しいうずら色で、しかも白く光る濃い頭髪を丁寧に溶かしたのがこぼれ出て、二つの半円を描いて左右に分かれていた。顔の他の部分は日に焼けてはいたが、薄皮だけにかえって見どころがあった。眼差しは分からなかった。始終下目のみ使っていたからで、しかしその代わり秀でた細眉と長いまつげとは明らかに見られた。まつげは潤んでいて、片々の方にもまた青ざめた唇へかけて、涙の伝った跡が夕日に映えてありありと見えた。総じて首つきが愛らしく、鼻が少し大きく丸すぎたが、それすら佐野見目障りにはならなかったほどで。とりわけ自分の気に入ったはその面差し。まことに柔和でしとやかで、取り繕った気色は微塵もなく、さも麗しそうで、そしてまたあどけなく途方に暮れた趣もあった。誰をか待ち合わせているのと見えて、何かかすかに物音がしたかと思うと、少女は慌てて頭をもたげて、振り返ってみて、その大方の涼しい目、目近のもののように、おどおどしたのをば、薄暗い木陰で光らせた。くわっと見開いた目を物音の下方へ向けて、しげしげ見つめたまま、しばらく聞き澄ましていたが、やがてため息をついて、静にこなたを振り向いて、前よりはひときわ低く、かがみながら、また、おもむろに花をえり分け始めた。すりあかめたまぶちに厳しく光連する唇。またしても、濃いまつげの下よりこぼれ出る涙の雫は、流れよどみて、日にきらめいた。こうしてしばらく時刻を移していたが、その間少女は、かわいそうにみじろぎをもせず、ただ折々手で涙を拭いながら聞き澄ましてのみいた。ひたすら聞き澄ましてのみいた。ふとまたガサガサと物音がした。少女はブルブルと震えた。物音は山ぬのみか次第に高まって近づいて、ついに思い切った割烹の音になると少女は起き直った。なんとなく心遅れの下気色、ひたと見つめた眼差しにおどおどしたところもあった。心の焦られて耐えかねた君も見えた。茂みを漏れて男の姿がちらり。
少女はそなたを注視して、にわかにはっと顔をあからめて、我も幸せと思い顔ににっこり笑って立ち上がろうとして、ふとまたしおれて青ざめて、どぎまぎして。さきの男がそばに来て立ち止まってから、ようやくおずおず頭をもたげて、念ずるようにその顔を見つめた。自分はなお物陰に潜みながら、怪しと思う心にほだされて、その男の顔をつくづく眺めたが、あからさまに言えば、あまり気にはいらなかった。これはどう見ても、若干の粗放家の甘やかされすぎた旧字らしい男であった。衣服を見ればことさらに風流をめかしているうちにも、またどことなくしどけないのを飾る気味もあって、主人の着古しめく茶の短い外套を羽織り、端々を蓮行色に染めたバラ色の首巻きを巻いて、金モールの模倣をつけた黒棒を目深にかぶっていた。シャツの角のない襟は容赦もなく押し付けるように耳たぶを支えて、また両頬をこすり、糊で固めた腕飾りは全く手首を隠して、赤い先の曲がった指、ターコイズ製の忘れ名草を飾りにつけた金銀の指輪を幾くこともなくはめていた指にまで至った。世には一種の綿棒がある。自分の観察したところでは、常に男子の気にもとる代わり、不幸にも女子の気にかなう綿棒があるが、この男の顔つきは全くその一つで、桃色で清らかで、そして極めて傲慢そうで。己が荒けない顔立ちにわざと人を軽ろしめ、世に生み果てた色を装おうとしていたものと見えて、絶えずたださえ小さな薄白く根ずばみた目を細めたり、眉をしわめたり、口角を引き下げたり、しいてあくびをしたり、さも気のなさそうな、やりばなしな風を装って、あるいは勇ましく巻き上がったもみあげを撫でてみたり、または厚い上唇の上の黄ばみた髭を引っ張ってみたりして、いやどうも見ていられぬほどに様子を売る男であった。待ち合わせていた例の少女の姿を見たときから、もう様子を売り出して、のそりのそりと大股に歩いてそばへ寄りて、立ち止まって肩をゆすって、両手を街灯の隠しへ押し入れて、気のなさそうな目を走らしてじろりと少女の顔を見流して、そして下にいた。待ったか?と、初めて口を聞いた。なお、どこをか眺めたままで、あくびをしながら、足を動かしながら。少女は急に返答をしえなかった。どんなに待ったでしょう?と、ついにかすかに言った。と言って、先の男は帽子を出した。さももったいらしく、ほとんど、眉際より生え出した濃い縮れ髪を撫でて、応用にあたりを見回して、さてまたそっと帽子をかぶって、大切な頭を隠してしまった。危なく忘れるところよ。それにこの雨だもの。と、またあくび。用は多いし、そうそうはしきれるもんじゃない。そのくせ、ややともすれば小言だ。時に、出立は明日になった。明日?と、少女はびっくりして男の顔を見つめた。明日、おいおい、頼むぜ。と、男はいまいましそうに口早に言った。少女のブルブルと震えて差しうつむいたのを見て。頼むぜ、アクーリナ。泣かれちゃ、謝る。俺は、それが大嫌いだ。と、低い鼻にシワを寄せて、泣くなら俺はすぐ帰ろう。なんだ、馬鹿げた。泣く!あら、泣きはしませんよ。と、慌てて、アクーリナは言った。せぐりくる涙をようやくのことで飲み込みながら。しばらくして、
それじゃあ、明日お立ちなさるの？いつまた会われるだろうね。会われるよ、心配せんでも。さよう、来年でなければ再来年だ。旦那はペテルブルグで役にでもつきたい様子だ。と、少し鼻声で気のなさそうに言って。が、ことによると外国へ行くかもしれん。もしそうでもなったら、もう私のことなんざ忘れておしまいなさるだろうね。と言ったが、いかにも心細そうであった。なぜ、大丈夫、忘れはしない。が、あくうりな、ちっとこれからは気をつけるがいいぜ。悪あがきもいい加減にして、親父の言うこともちっとは聞くがいい。俺は大丈夫だ。忘れる気遣いはない。それはなぁ。と、平気で伸びをしながらまたあくびをした。本当に？ビクトル・アレクサンドル・イッチ、忘れちゃ嫌ですよ。と、少女は祈るがごとくに言った。こんなにお前さんのことを思うのも欲毒づくじゃないから。お父さんの言うこと聞けとお言いなさるけれど、私にはそんなことはできないわ。なぜ？と、仰向けざまに寝転ぶ拍子に、両手を頭に敷きながら、あたかも胸から押し出したような声で尋ねた。なぜと言って、お前さん、あの始末だもの。少女は口をつぐんだ。ビクトルは、たもと時計の鎖を依頼出した。おい、アクウリナ。お前だってバカじゃあるまい？と、また話し出した。そんなくだらんことを言うのは置いてもらおうぜ。俺はお前のためを思って言うのだ。わかったか？もちろんお前はバカじゃない。やっぱりお袋の賞を受けてると見えて、それこそ鉄刀鉄尾、今のその農夫というでもないが、しかしともかくも教育はないの。そんなら人の言うことならはいと言って聞いてるがいいじゃないか。だって、怖いようだもの。つ、怖い。何も怖いことはちっともないじゃないか。なんだ、それは。と、アクーリナのそばへすり寄って。花か？花ですよ。と言ったが、いかにも哀れそうであった。この清涼茶は、今私が摘んできたの。と、少し気の乗った様子。これを牛の子に食べさせると薬になるって。ほら、そばっかすの薬。ちょいとご覧なさいよ。美しいじゃありませんか。私生まれてからまだこんな美しい花見たことないのよ。ほら、忘れな草。ほら、すみれ。あ、これはね、お前さんにあげようと思って摘んできたのですよ。と言いながら、黄色な野草の花の下にあった青々としたブルーボトルの細い草で束ねたのを取り出して、いりませんか？ビクトルはしぶしぶ手を出して花束を取って気のなさそうに匂いを嗅いで、そしてもったいをつけて、物思わしそうに空を見上げながら、その花束を手刀で回し始めた。アクーリナは、ビクトルの顔をじっと見つめた。その修繕とした目つきのうちに情けを含め、優しい真心を込め、我仏と仰ぎ敬う兆しを表していた。男の気を兼ねていれば、あえて泣き顔は見せなかったが、その代わり名残惜しそうにひたすらその顔をのみ眺めていた。それにビクトルといえば、シタンのごとくに寝そべって、ぐっと大負けに負けて人柄を崩して嫌ながらしばらくアクーリナの本尊になって、その礼拝記念を受け使わしておった。その顔をあから顔を見れば、ことさらに作った円剣式、無頓着な色を帯びていたうちにも、どこともなく独特としたところが見透かされて憎かった。そして帰り見てアクーリナを見れば、
魂が止めどなく身を浮かれ出て、男の方へのみ引かされて、甘えきっているようで、ああ、よかった。しばらくして、ビクトルは花束を草の上に取り落としてしまい、聖堂の枠をはめたメガネを街灯の隠しから取り出して、目へ当てがおうとしてみた。が、いくら眉をしかめ、頬を念じ上げ、鼻まで仰向かせてメガネを支えようとしてみても、どうしても外れて手の中へのみ落ちた。何それは?と、アクーリナが怪訝な顔をして尋ねた。メガネ。と、ビクトルは呆然として答えた。それをかけるとどうかなるの?よく見えるのよ。ちょいと拝見な。ビクトルは顔をしかめたが、それでもメガネは渡した。壊しちゃいけんぜ。大丈夫ですよ。と、こわごはメガネを目のそばへ持ってきて、おや?何にも見えないよ。と、あどけなく言った。そんな、目を細くしなくちゃいかない。目を。と、さながら不機嫌な教師のような声で叱った。アクーリナはメガネをあてがっていた方の目を細めた。ちょ、まぬけめ、そっちの目じゃない、こっちの目だ。と、また大声で叱って、叱える間もあらせず、アクーリナの持っていたメガネをひったくってしまった。アクーリナは顔を赤くして、決まり悪そうに笑って、よそを向いて。どうでも私たちの持つもんじゃないと見える。知れたことさ。かわいそうに、アクーリナは、太いため息をして、黙してしまった。ああ、ビクトル・アレクサンドルイッチ。どうかして一緒にいられるようにはならないもんかね。と、出し抜けに言った。ビクトルは、衣服の裾でメガネを拭い、再び隠しに収めて。そりゃあ、当座四五日はちっとは寂しかろうさ。と、寛大の処置を持って、手ずからアクーリナの肩を軽く叩いた。アクーリナはその手をそっと肩から外して、おずおず接吻した。ちっとは寂しかろうさ。と、また繰り返していって、とくとくと微笑して。だが、やむを得ざる次第じゃないか?まあ、積もっても見るがいい。旦那もそうだが、これにしても、こんなケチなところにはいられない。けだし、もうじきに冬だが、田舎の冬というやつは忍ぶべからずだ。それから思うと、ペテルブルグ。大したもんだ。嘘と思うなら言ってみるがいい。お前たちが夢に見たこともない結構なものばかりだ。こう、立派な建屋、町、会社、文明開化。そりゃ不思議なものよ。アクーリナは小児のごとくに口を開いて一心になって聞き惚れていた。と話をして聞かしても、とビクトルは寝返りを打って、無駄か。お前にゃ空空弱々だ。なぜ?ビクトル・アレクサンドル・イッチ。わかりますわ。よくわかりますわ。おお、それはお偉いな。アクーリナはしおれた。なぜこの頃はそう邪険だろう。と、頭をうなだれたままで言った。なに?この頃は邪険だと?と、なんとなく不平そうで、この頃。両人とも暫時無言。どれ、帰ろうか。と、ビクトルは、肘を杖に立ち上がろうとした。あら、もうちっとおいでなさいよ。と、アクーリナは祈るように言った。なぜ、いとまごいならもうこれで済んでいるじゃないか。もうちっとおいでなさいよ。ビクトルは再び横になって、口笛を吹き出した。アクーリナはその顔をじっと見つめた。次第次第に
胸が波立ってきた様子で、唇も紅蓮しだせば、今まで青ざめていた頬もまたほの赤くなりだした。ビクトル・アレクサンドルイチ、と、にじみ声で、お前さんも、あんまり、あんまりだ。何が、と、眉をしかめて少し起き上がって、きっとアクーリナの方を向いた。あんまりだわ、ビクトル・アレクサンドルイチ。今別れたらまたいつ会われるか知れないのだから、なんとか一言ぐらい言ったって良さそうなものだ。なんとか一言ぐらい。どう言えばいいと言うんだ？どう言えばいいか知らないけれど、そんなことは百も承知しているくせに。もう今が別れだというのに、一言も？あんまりだからいい。おかしなことを言うやつだな。どう言えばいいと言うんだ？なんとか一言くらい。くどい。と、いまいましそうに言って、ビクトルは立ち上がった。あら、カニ、カニしてちょうだいよ。と、アクーリナは早口に言った。かろうじて涙を飲み込みながら。腹も立たないが、お前のわからず屋にも困る。どうすればいいと言うんだ。もともと女房にされないのは特進族じゃないか。特進族じゃないか。そんなら何が不足だ。何が不足だよ。と、さながら返答を催促するように、ぐっとアクーリナの顔を覗き込んで、そして指の股を広げて手を差し出した。何も不足はないけれど、と、どもりながらアクーリナもまた震える手先を差し出して、ただ、なんとか一言、涙をハラハラと流した。ちゃ、決まりを始めた、と、ビクトルは平気で言った。後ろから眉間へ帽子を滑らしながら。何も不足はないけれど、と、アクーリナは両手を顔へ当てて、すすり上げて泣きながら、再び言葉を継いだ。今でさえうちにいるのが辛くってならないのだから、これから先はどうなることかと思うと、心細くってなりゃしない。きっと無理やりにお嫁にやられて、苦労するに違いないから。並べろ、たんと並べろ。と、ビクトルは足を踏み替えながら口の裏で言った。だから、たった一言なんとか。アクーリナ、俺も、俺も。不意にこみ上げてくる涙に胸がつかえて言い切れない。アクーリナは草の上へうつ伏しに倒れて苦しそうに泣き出した。そうみをブルブル震わして長門で高波を打たせた。こらえに耐えたため涙の咳が一時に切れたので。ビクトルは泣き崩折れた。アクーリナの背中を眺めて、しばらく眺めて、ふと首をすくめて、身を転じて、そして大股に悠々と立ち去った。しばらく経った。アクーリナはようやく涙をとどめて、頭をもたげて、踊り上がってあたりを見回して手を打った。後を追って駆け出そうとしたが、足が効かない。ばったり膝をついた。もう、見るに見かねた自分は木陰を踊り出て駆け寄ろうとすると、アクーリナはふと振り返って自分の姿を見るや否や、たちまち忍び音にあっと叫びながら、ムックと跳ね起きて、この前駆け入った。かと思うと、もう姿は見えなくなった。そうかのみは取り残されて、歴然としてあたりに満ちた。自分は立ち止まった。花束を拾い上げた。そして林を去って野良へ出た。日は青々とした空に低く漂って、刺す影も青ざめて冷ややかになり、テルトはなくて、ただ地味な水色のぼかしを見るようにあたりに満ち渡った。日没にはまだ半時間もあろうに、もう夕焼けがほの赤く天末を染め出した。黄色くからびた刈り株を渡って、激しく吹きつける野脇に催されて、反り返った
細かな落ち葉が慌ただしく起き上がり、林に沿うた往来を横切って自分のそばを駆け通った。野良に向いて壁のように立つ林の一面はすべてざわざわざわつき、歳末の玉のくずを散らしたように輝きはしないが、ちらついていた。また、枯れ草、葉草、藁の嫌いなく、そこら一面に絡みついた雲の巣は、風に吹きなびかされて、波立っていた。自分は立ち止まった。心細くなってきた。目に遮る物証は、さっぱりとはしていれど、面白げもおかしげもなく、さびれ果てたうちにも、どうやら間近になった冬の凄まじさが、見透かされるように思われて。昇進なカラスが重そうに羽ばたきをして、激しく風を切りながら頭上を高く飛びすぎたが、ふと首を回らして、横目で自分を睨めて、急に飛び上がって、声をちぎるように泣き渡りながら、林の向こうへ隠れてしまった。鳩が幾羽ともなく群れをなして、勢い込んで黒蔵の方から飛んできたが、ふと柱を立てたように舞い登って、さて、パッと一斉に野面に散った。ああ、秋だ。誰だか蔓山の向こうを通ると見えて、空車の音が虚空に響き渡った。自分は帰宅した、が、かわいそうと思ったアクーリナの姿は、久しく眼前にちらついて忘れかねた。持ち帰った花の束ねは、からびたままで、なお未だに、秘蔵してある。